スティーブン・ジャクソンは、ネバダ州ラスベガス出身の元アメリカンフットボール、選手。現役時代のポジションは、ランニングバック。ナショナルフットボールリーグの NFC 西地区に所属する、セントルイスラムズ等でプレイしていた。2005年から2012年まで8シーズン連続で1000ヤード、ラッシャーとなっている。アメリカ海兵隊に所属し、 ベトナム戦争帰りの父親とブラックジャックのディーラーを務めていた母親の間にラスベガスで生まれた。姉二人の三人兄弟の一番下として育った彼は規律のあるしつけを受けて午前9時過ぎまで寝坊することは許されなかった。高校時代からランニングバックとしてプレーした彼は3年間で6396ヤードを走り81タッチダウンを上げた。三年時には 州の決勝まで進んだが敗れている。これらの活躍で2011年にネバダ州南部のスポーツ伝道医りを果たした。GPA が3.8あった。彼はダートマス大学のようなアイビーリーグ校からもオファーを受けたが NFL 選手になる夢を実現させるためにオレゴン州立大学に進学した。大学で3年間で36試合に出場、743回の キャリーで3625ヤード、平均4.9ヤードを走った。また66回のキャッチで680ヤードを獲得、6タッチダウン、キックオフリターンで7回の240ヤードを、リターン、1タッチダウンを上げ、オールパーパスヤードで、大学歴代2位の4545 45ヤードを獲得、大学歴代3位の276得点を挙げた。大学二年時には、 パシフィックテンカンファレンストップの1690ヤードを走った。3年時には350回のキャリーで1545ヤードを走り、19タッチダウン、44回のキャッチで470ヤードを獲得、3タッチダウンを上げた。1シーズンのオールパーパスヤード2015ヤードは大学記録となった。セントルイスラムズドラフト前、 多くのチームがジャクソンに関心を寄せたが、大学の最終年に追った膝の怪我が注目された。NFL コンバインでは40ヤード走で4.45秒に終わった。2004年の NFL ドラフト一巡全体24位、その年のドラフトで RB としては最初にセントルイスラムズに指名された。そして7月30日に5年間700万ドルの契約を結び入団した。1年目は、 マーシャルフォークの控えとして限定された、出場機会しか与えられず、134回のキャリーで673ヤードを、走り4タッチダウン、19回のキャッチで189ヤードを獲得した。2年目の2005年、恒例のフォークに代わって先発 RB となった。この年254回のキャリーで1046ヤードを、走り8タッチダウン、 43回のキャッチで320ヤードにタッチダウンを上げた。パスオフェンスを重視したマイク・マーズヘッドコーチが対談し、ミネソタ・バイキングスのオフェンスコーディネーター、スコット・リネハンが公認ヘッドコーチに就任した3年目の2006年からは、チームの攻撃の中心となり、346回のキャリーで1528ヤードを走り13、タッチダウン、90回のキャッチで806ヤード、 三タッチダウン、ランレシーブ合計で2334ヤードを獲得、プロボールに選ばれた。2007年11月18日、ナイナッツ戦でのジャクソン2007年は9月23日のタンパベイバッカニアーズ戦で足の付け根を痛めたため4試合に、欠場、12試合に出場し、1 0 2ヤードを走り後、タッチダウン、38回のキャッチで271ヤード、 一トッチダウンを上げた。2008年シーズン開幕前、トレーニングキャンプをホールドアウトし、8月21日チームと5年間4930万ドルで契約を延長した。第4週のバッファロービルズ戦では、ラン24回で110ヤードを走り、5回のキャッチで78ヤードを獲得、一トッチダウンを上げたがチームは敗れた。太ももを痛めて、 第8週のニューイングランドペイトリオッツ戦、第10週から第12週まで3週間連続で欠場した。最終週のアトランタファルコンズ戦では161ヤードを走りにタッチダウンを上げたが、チームは2勝14敗の成績に終わった。2009年は開幕から連敗続きのチームで唯一活躍を見せて10月25日のインディアナポリス・コルツ戦では134ヤードを獲得。 この年、第16週のアリゾナカージナルス戦は欠場したものの5年連続となる1000ヤード、ラッシャーとなり、プロボールに選ばれたが背中を痛めているため出場を、自体フランク・ゴアが代役となった。2010年4月初旬に、追患版ヘルニアの手術を受けた。10月24日のタンパベイバッカニアーズ戦で、エリック・ディッカーソンが持っていた7245ヤードを、 抜き、チームの歴代、リーディングラッシャーとなったが、左手薬指を骨折した。勝てば、プレーオフ出場となる、第17週のシアトルシーホークス戦では11回の、ランで45ヤードの獲得に終わりチームは敗れた。この年、1241ヤードを走り6年連続となる1000ヤード超えを達成、プロボールに選ばれている。 2011年のフィラデルフィア・イーグルスとの開幕戦でタッチダウンを上げた際に足を痛めて退場した。この怪我により第2週のニューヨーク・ジャイアンツとのマンデー・ナイト・フットボールを欠場した。2012年10月、契約最終年に当たる2013年シーズンには700万ドルの年俸を受け取る契約が結ばれているが、これを破棄するかもしれないことが報道されている。 12月16日のミネソタ・バイキングス戦で NFL 史上27人目の通算1万ヤード、ラッシャーとなった。12月30日のシアトル・シー・ホークス戦でキャリア8度目のシーズン1000ヤード、ラッシャーとなった。この年千0 4 2ヤードを走り、4TD を上げた。アトランタ・ファルコンズ2013年2月、ラムズはジャクソンとの契約最終年の契約を解除。 フリーエージェントとなり、自由に移籍先を探せるようになった。3月14日、ジャクソンはアトランタ・ファルコンズと3連戦200万ドルで契約を結んだ。この年シーズン序盤に太ももを故障して4試合に、欠場、キャリアワーストの543ヤードのランに終わった。2014年も707ヤードのランに終わり、2015年2月26日、ファルコンズから解雇された。 ニューイングランドペートリオッツ2015年12月21日にニューイングランドペートリオッツと契約したデンバーブロンコストの AFC チャンピオンシップゲームでは現役引退2019年7月29日にロサンゼルスラムズと1日契約を結び現役を引退したサイズ、スピード、パワー、スタミナを顕微しておりパスキャッチにも優れている2006年に ファンとのチャットでマイク・マーツヘッドコーチのプレイブックについて非常に学ぶのが大変でルーキーシーズンに8週から9週間かけて覚え込んだと語った。また NFL で最もハードヒットをする選手としてアリゾナ・カージナルズのエイドリアン・ウィルソンを挙げた。EA スポーツのマテン・レイ・ハチのカバープレイヤーとしてのオファーがあった場合受けるか質問されてノーと答えた。 2011年に NFL ネットワークが行った選手間投票トップ100プレイヤー2011で38位にランクされた。これについてラムズオビーのマーシャルフォークはスピードがありパワフルラン、レシーブ能力も持つ彼はもっと高順位にランクされるべきであると語った。ありがとうございます。